2019明治安田生命 J1 リーグの第19節です。雨が降っています。パナソニックスタジアム吹田の上空です。ガンバ大阪対清水エスパルスのゲームをお届けします。まあ、なんといっても現在は勝ち点2の差とはいえ、清水エスパルスの方がガンバ大阪よりも順位は12位上です。さあ、そして前節 J1 通算100試合出場を達成しました三浦元太選手、今セレモニーが行われています。それではガンバ大阪今日のスタートのメンバーフォーメーションを交えてご覧いただきましょう。予想フォーメーション、ゴールキーパー東内、3バックは高尾、三浦元太、キム・ヨンゴン、矢島のワンアンカー、インサイドに福田と倉田、右に小野瀬、左に中村を予想しています。そしてメッシのファンウィジョの2トップです。清水エスパルススタートのメンバーです。ゴールキーパーは西部、ディフェンスは右からエウシーニョ、辰田、二見、松原、ダブルボランチヘナト、アウグスト、竹内、そして右に河合、左に須澤、トップ下のような形で北川、そしてドーグラスです。倉田のドリブル、つくのはエウシーニョ、中にファンビジョン、ファンビジョンをどこへ抜けてきました。後ろにミドルレンジからシュート、矢島。ガンバの方もね、はい、やっとペースを握ってこのシュートで終わるのがいいですよね。そうですね、はい、前でカギックをするファンビジョン、深いところまでえぐって入れてきました。ファンビジョンのシュート、シュートしか考えてないですよね、それでいいんですけどね、はい、センターハードですから、はい、ヘナト・アウグストは右に開いて入れてきます。斜めのパス、ここ入れれば面白い、中に3枚います。シュート、決定的なシーンでした。ドーグラス、どんなボールでもやっぱりシュートに持っていきますよね。いきますね、はい、全然これシュート体勢になってないですよ、はい。三浦、これを長い足のドーグラス、そして北川、横に伊沢もいるがパスを出してドーグラス、シュートは三浦に当たりました。まだあります。クロスを入れてきます。ヘディング、北川のヘディングシュート、今北川ドーグラスでね、ゴール前で見せてくれましたね、大きなチャンスを作りましたエスパルス。これも取る、そのまま立つと上がります。立つと左足のシュートは正面でした。金子が入ってきてすぐに左足のシュートです。今の金子のシュートを生んだのは、立つたのやっぱり読み切ったドリブルですよね、はい、そうですね。その伊沢を使います。竹内、距離を取って横パス、ヘナト・アウグスト、ミドルレンジシュート、打ってきた。なかなかパンチのあるシュートでした。そうですね、はい、クリアは松原ですが、これを拾いました。中入れるアデビューソン、シュート、西部スーパーセーブ。中村敬斗のシュートでした。追い越せるか中村敬斗。ファンビジョ自分で持っていった、ファンビジョポスト、ファンビジョの得意の角度でしたがポストでした。ディフェンダーが滑っちゃうんですね、アウグストね、はい、これが相手ボールになって、
コースです。矢島の移籍初ゴール。まあ、でもよく打ちましたね。そうですね、ワンタッチでよく打ちましたよね、はい、このアンラッキーを利用して。さあ入れられるか、清水エスパルス。お、ここで笛が鳴りました。1対0ガンバ大阪、ホーム連勝、今シーズン初のホーム連勝です。そして勝ち点3を取りました。これで清水エスパルスを勝ち点で上回りました。